呂章爪は、深海東地区から直接選出された、元香港立法会議員であり、香港本土派、香港独立運動、香港民族主義の支持者であり、青年申請の元召集者であり、香港民族人選の元発言人、香港か、ひとし書院と香港上司大学で学び、2007年から2008年にかけて香港上司大学の学生会の会長を務めた。 青年申請の創設者の一人として、本土主義と民族自決折り年とし、2016年8月に本土民主前線と連合して、選挙に出馬した。12日間の議員で、ユーカオルサダ、ヨーマツエン、ラカン、サトシ、リュウ・ショウ・レイともに、香港立法委員史上最も短い任期の議員となった。青年申請として、立候補する両賞常両賞常は2007年から、 香港上司大学学生会の執行委員長を務めている。メディアの取材を受け、中央政府中香港連絡弁護室青年、工作部の長学理と会ったことが報じられた。報告書の中で、両商常は事件を認め、相手の立場に同意したことはないと主張している。2015年、両商常は、甘傘運動以来の香港本土主義を持つ、政治団体、 青年申請を設立し、同年末に行われた区議会選挙に立候補した。選挙後、青年申請は、ファン法西の選挙区で議席を獲得し、笠差兵の一人と言われた。2007年、香港上司大学学生会幹事会会長を務めていた際、香港特別行政区の中央政府、中香港連絡弁公室青年工作部の長、 学ぶりと面会したとして告発された。ただし、相手の主張には同意していないとしている。2015年、青年申請を設立。2016年5月、ファン・ダイ・アオグと、両店が設立した、オンラインメディア、チャンネルアイで、時事問題番組、新元論制の司会を始めた。2016年、香港立法会選挙では、当初は、新海西に立候補していたが、 両点が戦艦から指名されなかったため、深海東に立候補場所を移し、本土民主前線の元聖員である、リアズマ・ノボルト名簿を統合し、三万七千九百九十七票を獲得して、議席を獲得した。二千十六年十月十二日、立法会の就任式において、両賞を常が、香港イズノットチャイナと書かれた横断幕を掲げ、英語の中に、 関東語を混ぜ、シナなどを英語で読み上げたところ、立法会事務局長の陳正康が、先生を無効とし、新たな先生を行う必要があるとの判決を下した。2016年10月18日、両君、立法会主席は、両上、常、劉正霊、陽松園、ファンテイコーュウ、龍正霊、ユーカオールサダラを、先生無効とし、10月19日に、 新たな宣誓を行う必要があるとの書面採定した。しかし、県政派議員が一斉に会議から退出したため、会議は頓挫し、両省常、ゆ香かおるさだ、り霊は再び宣誓することができなくなってしまった。2016年11月15日、両省常、ゆ香かおるは、高等法院によって議員資格を執行と判断された。 2016年11月23日、両商常は政府の支援を受けた攻撃者から Google パスワードを盗み取ろうとする攻撃を受けた。同じような攻撃は木の切っ先や日本だと仲間ひとしなどが受けている。2020年6月20日、両商常は一度は新海東の立法会予備選挙への出馬を示唆したが、香港で一公開事件の2日後に、 立法会選挙への出馬を見送った。同年12月には、香港で一が両商常はアメリカへ亡命したと報道した。両商常は当初2016年香港立法会選挙で、期春欠に続き深海西で3位となった。その後、深海東に出馬した両手が選挙委員に指名されなかった可能性があり、深海東に移し、 本土民主前線の成員である、リアズマ・ノボルと名簿を形成した。両県の選挙立候補が無効とされた後、両省常は、アリンハックを開催。この選挙では、両省常が、本土民主前線の選挙統括に任命された。また、両省常は当選した場合、給与や手当などはを本土民主前線の運営支援や、逮捕された人々の支援に充てることを約束した。 また、両商常は、本土民主前世の理念を全面的に支持し、推進することを表明。結局、2016年香港立法会選挙の新海東選挙区で、両商常は37,997票で7位の議席を獲得することに成功したが、2月の補欠選挙で、両店が獲得した66,524票をすべて獲得したわけではなく、 一部の票は、新雲の熱広市場に流れた可能性もあった。先制騒動で失脚した、両昇常と、ユーカオールサダ2016年10月12日、立法会の就任式で、両昇常はまず、香港民族に忠誠を誓い、その利益を守ると述べた後、香港イズノットチャイナと書かれた、横断幕を掲げた。チャイナという言葉が発音された時、彼は、英語の中に、 関東語の、シナと発音したが、これを、両承常は後に、かも、すなまりと表現した。立法院秘書長の陳正康は、先生を無効と裁定し、これは歌人に対する侮辱だと、社会的な論争を巻き起こした。後に、ハリ常は、先週の二人の先生には、人は含まれておらず、中国人や香港人を含む、誰かを怒らせる意図はなかったと述べ、 二人は何も悪いことはしておらず、謝罪もしないと強調した。2016年10月16日、了承常は、時事討論番組、上司論壇」の生放送に出席し、先生の日に、死なという言葉を使ったことがかも、すなまりの問題であると、再び主張し、ステージ上の観客から、自分でやったことを認めてると批判された。観客の中には、了承常を、 年中婚と呼び、ドラワンなまりに寛容になれという人もいた。香港国際関係学者のチンアキラ・アキラは、私たちは皆、子供の頃、このような小学生のいたずらをするのが好きでした。でも、成長しました。とコメントした。11月15日、裁判所は、司法審査を支持する判決を下し、了承を常と、ユカオル・サダの議員資格が剥奪されたことを宣言し、 彼らが立法会議員として活動することを禁止する、差し止め命令を出し、立法会議長は彼らが再宣誓する権限がないと判断した。2017年8月25日、香港終身法院法官は、両将常とカうルるダの主張を聞いた後、彼らの立法会宣誓の有効性に対する控訴許可申請を直接受理しなかったため、 昨年の立法会宣誓を行ったことは、正式に無効とし、議員資格を取り消した。二千二十年九月二日に、二千十六年十一月に、立法会会議室を襲撃したことで、不法集会参加の一見の有罪判決を受け、四週間の懲役刑を言い渡した、地に吉野部法官は、有罪判決は的確、刑期も過大ではないと判断を下し、最終的に控訴を棄却し、 両承を常は直ちに収監された。2020年12月11日、メディアや香港人亡命組織、皮膚駅を通じて、11月30日に香港を出発、翌日には米国に到着、現在はワシントン DC に滞在しており、亡命を申請していることを明らかにした。ラジオフリーアジアの YouTube チャンネルは、家族との関係を一切経った、9月末に、 釈放された後、尾行を恐れて、香港を離れることにしたというハリショー、常のインタビュー映像を公開した。彼は、1997年以降に生まれた、香港人で部のパスポートを持っていないので、米国が亡命を受理を希望している。これに先立ち、先制問題で議席を剥奪された、両賞常は、93万香港ドルの返還を、香港立法会に命じられました。 了承常が払えないとしたため、2021年1月6日に、香港高等裁判所から正式に破産命令が出されました。香港立法会条例の第39条によると、破産命令の終結から5年間は、了承常は立法会の選挙に立候補できない。2020年12月27日に過去に香港独立を主張していたことから、 香港国家安全法で指名手配となった。ありがとうございます。